さて、ここからが勝負だな。あの場所は僕にとって条件が悪すぎた。旅行のカウンターだって一撃で僕が死んだら意味がない。あれはそんなレベル。空から爆撃されて、俺のオーラ用でも受けたら生身で爆弾を受けたレベルにはダメージを受ける。つまり死。女子供が一人、パトの保険か。あのハフハフは知ってる。優秀なヒーラーだ。回復要因はダンジョンに必須なのはわかるが連れてくるなよな。あいつは倒しておっか。もしかするとパトがオーラを容赦なく使う理由はあいつかもしれないからな。ああ、一番確実だけど、それは人としてやっちゃダメだよね。人生を疑うよ。エンジェルコート。え、近づけない。BL、何と戦っとんや。気にしないで。こいつ、ダンスヒーラーか。しかも姿を消している僕の気配を容易に捉えてる。回復や潰しができない構造かよ。だが漁港はそれを逆転させることだってできる。漁港使い、リバーシブルステータス。天の井やパトみたいな火力バカ相手に使うカウンター技だったけど、ここでも使える。警告。直ちに攻撃行為をやめなさい。サイド攻撃の意思を感じられた場合は、慈悲の天使王の名のもと、天罰を下します。今ちょっとした。だがこいつがダンスヒーラーであり、この状態でのオーラ量が少ないことも考えるとハッタリの可能性も高い。遠距離ならいけるだろ。距離もある。ああ、警告を無視するからだよ。知らないから、本当。私をただの優しい天使だと思わないことだね。天罪支配。天罪支配は罪を犯した者や私基準の罪に違反した者に対して、防御、能力、特性無視の完全必中の攻撃を与える能力。罪は必ず断罪される。威力は罪を犯した者に対して無制限。確実に罪を償わせ、絶対に逃がさない。お前は倒れとけ。保険がいられると邪魔なんだよ。天才、レオン、ギア、ブレイク。こっちにはミニとミエルを待たせてたんだぞ。無事だといいんだけど。ねえ、ミエル、ここでファルドラを。ミエル。はい、大丈夫か、ミエル。ごめん。なさい。私が、もっと、しっかり、しておけば。なんだよ。くそ。いやあ。オッケー、これで二人撃破っと。よ、僕の模倣と遊んでて気持ちよくなったか。ダメだぞ、ここは僕の領域。うまくいっている時ほど疑問に思わないと。言っておくが無関係とか、無抵抗の相手とか言うなよ。ここに不本意で入ったならまだしも本意で入っている。こうなる覚悟も資格もある。戦場を遊び場と勘違いして、自分の仲間は死なないなんて根拠のない自信のまま、僕に戦いを挑んだお前の落ち度だ。だからあの時、アランに言っておいたんだけどな、身勝手な馬鹿に教育しておいた方がいい。実力がある分たちが悪い。ってさ、膨大な力を覚えて自分で解決すればという傲慢な思考になる。聞く読みもお前も強すぎたゆえに爪が甘いんだよ。お前に本当の煽りを教えてやる。どうした、うまくいかなくて拗ねちゃったかな。お前で世界回ってねえんだよ。せいぜい裸の王様をやってろ、このクソマゾナルシスト。お前、絶対に潰す。ああ、結局温存していたオーラを使っちゃって、理性が足んないよ理性が。ここでお前を殺したら終わりだろうが。殺す、小学生か。ちょっと嫌なことあったら殺すとかすぐに吐いちゃう精神年齢お子ちゃまの子供おじちゃんですか。死ね、殺すぞ。あーてーのー、すぐこんな言葉を出してマウント取っちゃう残念な頭でちゅねー。うわぁ。インバーションリバース。あが、あが。まだまだだね、心理戦やレスバは僕の得意中の得意さ。僕はこういう戦い方をさせたら防衛軍で一番ってみんな警戒してなかったか。ふう、バカと短期は扱いやすくて助かる。いくら力や技を持っていても勝手に自滅するのだから。それに分かった。絶好の発動条件は僕の能力の法則を理解していないと消せないんだ。だからさっきから僕の虚構を無力化できていない。過剰評価だったな。こいつはジョーカーに値しない。僕の虚構なんてこいつは1ミリも仕組みを理解できやしない。さてと、形勢逆転となったわけだけど、どうする、しんどく。絶対に許せない。見える、耳、浅はかだった僕をどうか許してくれ。くそ、やっぱり出てこない。あんなフルカウンターがあったら確かに点検なんて出てこないか。なら反射として法則を組み立てれば。いや待て、フルカウンター、それ、俺もできるんじゃないか。要は運動エネルギー、力量の話だろ。ならそれはすでに俺は扱っている。中方、質量を増やすやり方と、力のベクトルを地球の中心に自動で設定している。それで発動直後に重量が増える法則を作っていた。だけどジアーネ戦の時みたいに、それをとっさに逆にして空方向に力を引っ張るようにして突進した。つまり力のベクトル方向は耳で操作可能。なら、俺も物理限定だけどフルカウンターができる。
あいつが状況を反転し続けてくるなら俺だってお前のひっくり返した盤上をさらにひっくり返して俺の盤面にしてやる。あと4つ、虚構はフィクション、嘘を真実に変える、ただ嘘を見抜かれてはならない。女二人が死んだように見せたのもフェイク、だが本当に殺したら嘘じゃなくなる、だから絶対に殺してはいけないし、怪我もさせてはいけない、怪我したら怪我させている嘘をつけなくなるから。つまり現実とは真逆、ありえないことをするための虚構、そういう意味で言えばソフィアの不可能支配と発動条件は似たようなものだ。だが即座に虚構は晴れない、だから先に貼っておく、先に手札のカードを作っておいて、その場面になれば使う、ただしその条件は遅く、予想だ。さっきのは相手がとてつもない一撃を放つ、だがファルドラは致命傷を受けるが、なぜかその状況が逆になっている、つまりパトと僕の状況を入れ替えた。だけどもし、これでパトがダメージを受けていた場合、それが僕自身のダメージになる、それにパトが攻撃をやめた場合、その虚構は意味をなくし消滅する、僕は自分が決めた虚構の物語に誘導する、それが僕の戦い方。本当ならもっと多くの虚構で翻弄してやるつもりだったのに、やむを得ずあの二人を使う形になった。残り2つ、強い攻撃、硬い守備ほど弱く、弱い攻撃、弱い守備ほど強い、目の前の自分は残像、カウンター系と回避系、攻めの一手がないのがきつい。本当はソフィア戦でレプリカが使っていた戦い方がしたかったのに、全部あいつがオーラで壊すから。やられた、こっちの必中を逆手に取ってくるなんて。アーメリカ、絶対ぶり、能力全部飛されたわ。虚構、ちょっと端末ちょっと、私のエンジェルコートごと術者が止まったら能力も止まるタイプだったか。命拾いした。主様気づいて、その人は虚勢が上手いだけ、そして想定外の出来事に弱い。力量、力光、運動量、エネルギーの方向を支配する。オーラの進化は遂げた、なら次は能力の進化を遂げろ、限界を広げろ。悪い、俺、お前たちの死体を雑に扱うよ。ファルドラ、これでお前を殺す、死ぬ覚悟はいいか。ダミーも全部潰れた、残りのストックで反撃のチャンスを決め、念のために回避を使う、そして最後にとどめに根元から脳にかけて一撃、それで終わり。こいつは僕の策略に気づけずにただ倒しに行っただけ、変の資格は必要ない。主様が約30兆、相手が約7500億、オーラ差は歴然。覚悟しろよ、ファルドラー。私これだけで勝てると思うなよ、ザコガー。虚構支配、あべこべ空間。それなら俺は知っている、絶好。虚構支配、計算通り、これは天の絵隊長の矛盾から取った能力が、お前なら絶好で消せるよな。落ちろ、変。やっと見えたぞ、どうさ。あの筋取りをかわした？よく見える、もうお前に壁はない、それがわかるだけでも十分だ。アンストッパブル。初歩上天、一点集中の極意、高速支配、一方。そう、近距離に関しては天の絵隊長が可愛く思えることじゃねえかよ、そさ。降参しろ、ファルドラ。お前の策は尽きた、お前の負けだ。あらゆる手段を使っても俺という壁を越えれなかった、それでお前は終わりだ。最後にお前の膝が地につき、俺が立っている。お前の虚構は全部なくなった、もう勝ち目ねえよ。あんたは黙れよ。こっちの気持ちがねえで気持ちよく語ってんじゃねえよ。お前みたいなバカがこの現状をもたらしにしてたんだろうが。効かねえな、それがお前のパンチか。全然ダメだ。よく見てろファルドラ、自分の正義を他人に押し付けたいならな、まどろっこしい真似してねえで、正々堂々前から殴ってこいよ。分かってほしいなんて受け身野郎が自分の正義を押し付けてんじゃねえよ。正義を通したいなら堂々と言ってこい、信じれる奴にお前から話せ、他人を試すような真似するような奴に。俺は死んでも協力してやらねえよ、覚えとけ臆病者。お前、に、何か。目が覚めたら話せよ。二人を殺した怒りはあるけど、お前の言い分を聞いてやるよ。それが目的だったんだろう。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。
しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。